シーイズ東証は、日本の競争は、1200メートル戦で7勝2着4回と、短距離戦を得意としていた。2002年8月17日、小倉芝1000メートルの新馬戦でデビュー。ここでは2着に敗れたが、翌週の8月25日に、小倉1200メートルの新馬戦に出走し、初勝利を挙げる。続いて、以後主戦騎手となる、池添健一を安状に、 阪神のノジキックステークスに出走し2着。京都の林道省では3着であった。11月3日にファンタジーステークスに出走。一番人気に支持されたピースオブワールドに0.2秒差の2着と赤敗。12月1日には阪神ジュベナイルフィリーズに出走したがピースオブワールドの4着に敗れた。4月13日、第63回大歌唱に出走。 一番人気のアドマイアグルーブが、スタートで出遅れる波乱の展開の中、道中は2番手から3番手につけ、直線で内から伸びるもスティル・イン・ラブに一馬身1に及ばず、惜しくも2着に敗れた。続いて5月25日には、第64回優秀品馬に出走。道中は好位につけるも、直線で追って伸びず。ここまで掲示板を外さなかったが、 距離に泣いて12着と大敗した。12月21日、中京の CBC 賞に出走。後位から直線で2着のカフェボストニアンを差し切り、新馬戦で勝って以来1年4ヶ月ぶりに2勝目。重傷初制覇となった。また、池添がサニングゲールに帰場したために代わりに帰場した、笠松競馬所属の安藤光明も、JRA 重傷初制覇であった。 2004年3月28日に第34回高松の宮記念に出走。主戦の池添はデュランダルに騎乗するため中立英二が騎乗。レースは4コーナーを回ってからの直線勝負となり、先頭に立ったサニングデールに大外からデュランダルが強襲したが、首差及ばずに着。シーイズと昭は0.2秒差の5着であった。 休養を挟んで7月4日に、函館スプリントステークスに出走。1番人気のサニングデールに次いでシー・イズ・ドーショーは2番人気に、支持された。いつものように行位につけると直線で先頭に立ち、後続を突き放して、重傷2勝目。10月3日の第38回スプリンターズステークスは雨を含んだ、不良馬場となった。事前の宣言通りに逃げて勝利したカルストンライトを。 などを捉えることができず、7着に敗れた。2005年は、新潟の谷川学ステークスで指導し4着となった。あと、5月21日に、中京のテレビ、愛知オープンに出走。3コーナーで先頭に立ち、後続を寄せ付けずに1分6秒7のレコードタイムで解消した。そして7月3日に函館スプリントステークスに出走。コースタートを決めて2番手につけ、 余裕の走りで一着。2連勝を決めると同時に、昨年に続いてこのレースの連覇を果たした。しかし、疲れが出たため放牧に出された。休養後スプリンターズステークスに出走。しかし、前走の疲れの影響が大きかったのかマイナス30キログラムと、大幅に馬体が減ってしまい、力を出しきれず12着に終わる。その後、 アンドロメダステークスでは馬体を戻したが9着。続く CBC 賞は12月18日に行われるはずだったが当日降雪が激しくなったために24日に12円近差の3着と前線した。2006年6月11日、試行時期が6月に戻りハンデキャップ競争の議員に変更になった CBC 賞に出走。 ボバ相手に 57kg の金量となったが、道中は行位につけ、前の馬を直線で外からかわして一着。3歳児に勝って、以来2度目の CBC 賞制覇となった。2006年から始まった夏の短距離王決定戦、サマースプリントシリーズの第一戦となった、函館スプリントステークスでは、同一重賞3連覇を目指して出走したが、 直線で大外強州のビーナスラインに破れて2着。続いて、重症となって1回目のキーンランドカップでも、チアフルスマイルに刺されて2着となった。サマースプリントシリーズではここまでトップと5ポイント差の5位。シリーズを制するには、勝つしかない状況となった最終戦のセントールステークス。道中行為から直線で外に出てスパートし、オーストラリアから参戦した。 テイクオーバーターゲットに3場審査をつけて勝利。サマースプリントシリーズ初代チャンピオンに輝いた。しかし、10月1日の第40回スプリンターズステークスでは、ここまで結果が出ていない中山のコースや約1ヶ月の間に参戦となった強行日程もあってか、あまりいいところなく発着に敗れた。12月10日には、香港のシャティン競馬場で行われた。 香港スプリントに出走したが、アブソリュートチャンピオンから2秒以上離れた10着に、敗れた。この年初戦の高松の宮記念に出走。それまで4勝を挙げている、得意の中京競馬場であったが8着に敗れ、ラストランを GI 制覇で飾ることはできなかった。2007年3月29日をもって、競争は登録を抹消され引退となった。引退後は、 東証牧場において繁殖品場となった。牧場入り早々に品場のボス角に収まり、牧場関係者を驚かせたという。なお、初年度後輩相手は、ロックオブジブラルタル。2015年10月に東証牧場が閉鎖されることに伴い、ノーザンファームに売却されることになった。2017年11月30日現在おばに、大賀商場、シスター東証、 おじに、北九州記念の勝ち馬、東昇オリオンがおり、その他の謹慎に、ダービーバーウオッカなどがいる。ありがとうございます。